ツイッターで募集したこちらの企画、たくさんのご投稿ありがとうございました。第1回のテーマ、一番好きな場所について1回目のご紹介動画となります。1人目にご紹介するのは無職旅さんっていうか僕ですね。僕が一番好きな場所かっこ町はイタリアのベネツィアです。早朝散歩と立ち食いパスタ店がお気に入りです。イカスミパスタは813円というご投稿をいただきました。僕は2001年に初めての旅をしたんですけど、その時カンボジアのアンコールワットが世界一好きな場所になりまして、その後しばらく時間が経って2010年にフランスのモンサンミシェルがアンコールワットを抜いて世界一好きな場所になりました。その後2012年の冬ですね、このベネチアに来た時にあーってすごく感動しまして、ここが世界一好きな場所、観光地、街になりまして、それ以来ずっとここが僕にとって世界一の場所です。で、その中でお気に入りなのは早朝の散歩でして、もういつも観光客でものすごくにぎわうこのベネツィアなんですけど、朝と夜だけはこんな風にひっそりしてるので、すごくじっくりと写真撮影したり街の雰囲気味わうことができて、なんて言うんでしょうね、楽しい上に贅沢な気持ちになれて、あしまった、好きな街だから語り出すとキリがないですね。ということで、もう魅力を語らないことに、語るのを我慢することに苦労するという状況になってますが、まあ、とにかくそれぐらいベネチアは僕にとって思い入れのある街です。7回ぐらい行ってたと思います。で、当然食事もいろんな魅力があるんですけど、僕のお気に入りはこんな感じの立ち食いのパスタ屋さんですね。街中に何軒かあって、最近は店舗も増えてきてるんですけど、その中でお気に入りはこのビゴイっていうお店で、ベネチアはシーフードが有名なんですけど、やはりパスタもシーフード、イカスミが定番というか一番人気らしいので、僕もこれをよく食べています。お値段813元っていうのは、まあファストフードにしたらちょっと高いかなっていう感じもしますけど、当然お店で食べるのに比べたらだいぶ安いです。で、味もね、お店と遜色ない感じがしますし、とてもとてもお気に入り、好きなお店です。というわけで、静かにマイペースでのんびり散歩をして、こんなところに気ままによって、はい、そういう過ごし方がお気に入りで、ああもう話してたら行きたくなっちゃいましたというベネツィアです。2人目にご紹介するのは金沢直子さんとお読みするのでしょうか。無職旅さん、はじめまして。いつも楽しく見させていただいています。私の一番好きな場所はトルコのイスタンブールです。街角や海辺で飲むチャイの美味しいこと、美しい街並みと優しくフレンドリーな人々、それからイワシを揚げ焼きしてパンや生の玉ねぎと食べる、これがめちゃくちゃ美味しかったです、というご投稿をいただきました。というわけで早速チャイの写真なんですけど、まあいい雰囲気ですね。トルコとか中東の人ってやたらとチャイ飲むんですよね。紅茶なんですけど、とっても甘くして、これを1日に3回とか、もしかしたら5回とか6回飲むんだと思うんですけど、もうこれが完全にトルコ流の過ごし方ですよね。カフェでのんびりチャイを飲みながらモスクとか街行く人を見て、いや最高、最高だと思います。これは海辺の写真かなと思ったんですけど、まあ確かに海辺の写真なんですけど、よく見ると足元にチャイが置いてありますね。どこでも飲めちゃうんですね。チャイはお店でも売ってるんですけど、移動販売するような人がいたり、まあとにかくいろんなところでいろんな方法で売っているので、気軽に飲める飲み物です。まあ、という話に時間取っちゃいましたけど、この景色自体もすごくいいですね。僕はどこだか知らないんですけど、海の中にあんな建物があるのは初めて知りました。なんでしょうね、海を管理する建物かな。で、あと左に映ってるおじさんがこっち見て、ほんのりと微笑んでるのも、あ、人がいいなというか、あの感じいい人が多いな、トルコっていう。これはホテルの上から撮ったお写真ですかね。手前に鳥がいるのも可愛いですが、あ、もしかしたらこれはガラタ島の展望台なんですかね。僕はここも行ったことないんですけど、あ、こんな景色だったんだ、すごくいいですね。トルコはこの写真の左ぐらいにボスポラス海峡っていうのがあって、そこがアジアとヨーロッパの境目なんですけど、そういう重要な場所っていうこともあって、街と海合わせてみるとすごく絵になって素敵というか、歴史の重みも味わえていいなと思うんですけど、あ、これはいいですね。僕次イスタンブール行ったらぜひ登ってみたいと思いました。で、これが噂のイワシを揚げて生の玉ねぎと食べるってやつですね。
これもね、僕食べたことないんですけど、もう見るからに美味しそうですよね。結構ね、トルコって魚料理がお得意な国でして、サバサンドっていうのも日本で人気になったことありましたけど、まあ、そういうこと考えてもこれがうまくないわけないですからね。いやー食べたいな、まあ、いろいろ行きたくなる、食べたくなる魅力的なお写真ありがとうございました。僕もトルコ大好きです。3人目のご紹介は明太子バターさん。私が好きな場所は鹿児島です。錦江湾を見ながら入る砂蒸し温泉や食べるクレープ、日本最高の露天風呂、閉館してしまった霧島岩崎ホテル、桜島を見下ろしながら入れたり、ロケで使われた露天風呂が良かったなぁというご投稿をいただきました。こちらのお写真がおそらく錦江湾を見ながら入る砂蒸し温泉というやつですね。ゴザみたいなのが引いてあるかと思ったんですけど、あれ屋根ですよね。で、あの下に砂蒸し風呂があるんですよね、きっと。穏やかな海があって、遠くに山が見えて、どことなくベトナムのハロン湾みたいな情緒ある場所だなと思うんですけど、こういうところでのんびりして、それでクレープ食べてって、はい、本当に最高の過ごし方だと思います。海外を旅して積極的にあちこち観光すると、アグレッシブに動くと、そういうのももちろん楽しいんですけど、やっぱり日本で慣れたところでのんびりリラックスして過ごすっていうのもとっても魅力的だなと思います。こちらがロケで使われた露天風呂ですね。看板にも平成22年大河ドラマ龍馬伝撮影って書いてありますね、うん、確かにこれは歴史を感じる、あのなんだろう、もっと昔から戦国武将とかがね、木曽屋敷に入りに来た温泉みたいな、そういう風に見えますね。僕こういうの大好きです。で、最後はこちらの写真、実はね、このナレーション撮るのテイク2なんですよ。なぜなら最初は、あ、これはホテルの近くの遊歩道ですかね、綺麗ですねって、はい、それぐらいで済ませちゃってたんですけど、これあれじゃないですか、日本最古の露天風呂っていうお写真なんですね。橋の先に見えてるのが僕川だと思ってたんですけど、よく見たらちょっと白濁してますし、温泉ですね、明らかに。こういう特別な場所の温泉というのもまた一味違った良さがありますよね。僕長野県民だったことあるので、こういう場所何回か行ったことあるんですけど、外れなしどころかどこも大当たりでしたね。いずれもね、鮮明に記憶が蘇ってきますし、ここもかなり素晴らしい場所なんだろうなって思います。僕はね、海外よく行くんですけど、国内は実はあまり旅していなくて、鹿児島も行ったことないんですけど、いろいろお写真見せてもらってぜひ行きたくなりました。4人目にご紹介するのは栗ご飯とカメハメハさん。はじめまして。一番好きな国はイタリアですが、その中でも一番好きな場所はステルビオ峠です。アルプスの山を眺めながら食べたサルシッチャは格別でした。また行きたいというご投稿をいただきました。まずお写真を見た第一印象として、わ、すごいなと、これ行ってみたいという気持ちになりました。僕もイタリアは大好きで7回過去に行ってるんですけど、いずれも街なんですよね、ベネチアとかローマとか。なのでこういう大自然のエリアは未経験なんです。おー、これまた最初模様かなと思ったんですけど、道ですね。山の中にぐねぐねっと道が入ってて、空気も爽やかそうだし、いい景色もずっと見られるわけですから、こんなところレンタカーでドライブするの絶対楽しいですよね。おそらくこれがステルビオ峠で、あの屋台でサルシッチャを売っているのかなと思います。で、恥ずかしながら僕サルシッチャって初めて知りまして、ソーセージによく似ていてちょっと違う、燻製していないソーセージみたいな肉料理のことなんですね。ここは休憩所兼展望台みたいな場所だと思うんですけど、こういうところでご当地料理を買って、この景色を見ながら食べて、あ、パンに挟まってますね。アルプスの山を眺めながら食べたサルシッチャは格別でしたと、もう本当に適切な表現だと思います。格別以外の言葉が見つかりません。五感すべてが満たされちゃいますよね。僕もぜひ行ってみたいです。次にイタリアに行く機会があったら、街を観光する日程をちょっと減らしてでもこういう場所に来るべき。いやー、でも街も捨てがたいし、結論としてはイタリア魅力たくさんありすぎてすげーと、旅程迷っちゃうなと、はい、そんな風に思いました。5人目のご紹介は山本慎一郎さん。クーデターが心配なミャンマーのマンダレーからバスで3時間半のモンユアの世界一背の高い116メートルの大仏さんと111メートルの涅槃仏さん、対象物がなくて巨大さが分かりづらいですが、そして林の中に佇む何千もの仏さん、おかず多すぎのカレーとやりすぎ感にあふれてて最高でした、というご投稿をいただきました。
ミャンマーのマンダレーは僕も行ったことあるんですけど、まさかその近くにこんなすごいのあるとは知りませんでした。知ってたら絶対見に行ったと思います。で、対象物がなくて巨大さが分かりづらいと書いていらっしゃいますけど、分かります。だって台座のところが建物になってて、その手前階段もあるじゃないですか。でかさ十分伝わってきます。ところでちょっと気になったことがありまして、茨城県の牛久大仏とどっちが大きいのかなと思って調べてみたんです。そしたらこちらの方が大きいということでした。牛久大仏よりでかいって言われたら、もうそれは驚愕と言わざるを得ません。お次は111メートルの涅槃仏さんということなんですけど、その立ってる仏像さんが牛久大仏より大きいということが分かりましたので、寝てるのももう、いや笑っちゃう、もう驚きを超えて笑いになってしまいますね。はい、大仏様だけじゃなくて林の中に何千の仏さんがいるということで、まあ、これも確かにね、奥の方の霞んでるあたりまで全部仏様なのかなと思うとやっぱり驚愕な光景ですし、そしておかず多すぎのカレーとやりすぎ感にあふれてて最高でしたと、もうこれはそのまま同意せざるを得ませんね。僕もミャンマーではバガン遺跡を観光した時にお昼ご飯がこんな感じでして、この中から何品か選ぶのかなって思ってたんですけど、まさか全部自分のだとはね。それでおそらく値段も300円かそれ以下ぐらいですよね。そんな感じでびっくりでワンダフルな国ミャンマー、一日も早く落ち着いて気軽に旅行できる日が戻ってくることを願います。6人目のご紹介はチャコヒサエさん。2019年5月18日、毎年変わるみたいですがブッダのお誕生日のワットアロン儀式に遭遇しました。無職旅さんの動画でお勉強しての初体でした。そして5月18日は父親の誕生日。この動画は無職旅さんを真似っこしたつもりの笑い笑い、初一人喋り動画笑い、大好きな場所になりました。皆様お揃いの特別な日でした。いろいろお話をしてもらいました、というご投稿をいただきました。タイのバンコクにはワットプラケオ、ワットポー、ワットアルンという3つの大きなお寺があるんですけど、その中から一番好きな場所ということでワットアルンをピックアップしたのはなかなか渋いなと思ったんですけど、でもこのお写真見ると、あ、なるほどねと納得しちゃうところがあります。ブッダのお誕生日で儀式があったということなんですけど、そういう日って普段と違う厳かな雰囲気、そんな中に楽しさとか華やかさがあって、きっとすごく楽しかったんだろうなと思います。写ってるお坊さんたちも根底に真面目さとか誠実さがある中で、ほんのりと笑って愛想を振りまいてくれてる、なんかこのバランスが誠実そうだなというか、可愛いなというか、ポジティブな感想がいろいろ同時に出てくる、はい、とても好印象なお写真です。これはワットアルンの入り口のところですかね。右奥に大きな塔があるのかな。これはサパーンタクシン駅、高架の鉄道スカイトレインの駅で、水上バス、ボートへ乗り継ぐ最寄りの駅でもあります。ワットアルンというのはバンコクの街中からチャオプラヤー川を挟んだ反対側にあるので、船で行くことが一般的なんですけど、その船移動もね、風情があっていいので、行く途中からもう観光気分始まるようなところありますよね。そういう意味でもいいお寺だと思います。メインの仏塔の前での記念写真も添えていただきました。ワットアルンっていうのは三島由紀夫の暁の寺っていう小説の舞台としても有名なんですけど、白くて大きな仏塔がとても美しいです。白い服を着られていて、このワットアルンのイメージと合わせたんですかね。はい、素敵な記念写真ありがとうございました。ちなみにこのご投稿をいただいたチャコヒサエさん、以前某金融系の CM でダンスをされていたそうです。でってやつです。今ご紹介したお写真4枚だけなんですけど、それでもやっぱりタイはいいなと思いますね。タイ最高ですね。早くタイに行きたい。7人目のご紹介はまーちゃんさん。無職旅さんこんばんは。私はジョージアのカズベキがお気に入りですね。小さな国ののどかな小さな町ですが、澄んだ空気、穏やかな雰囲気、自然の壮大さは街をじっくり味わいたくなるような気分にさせてくれます、というご投稿をいただきました。カズベキは僕も2010年に行きました。首都の飛び入り市からタクシーをチャーターして軍用道路を通って北に進んでたどり着く小さな村なんですけど、山の麓にあるのどかな村の理想形といっても過言ではないぐらい本当にいい雰囲気の場所なんです。背後に見えるような美しい大きな山、そういった山に登るための拠点としてこの町に訪れる人も多いみたいです。僕は体力あんまりないので、この写真の左に小さな山ありますけど、あのてっぺんの境界まで登るぐらいにしておきました。
これは街中のお写真ですが、手前に手前に動物がいますね。ちょっと種類はわからないんですけど、これは観光用とかそういうことじゃなくて生活に溶け込んだ生き物ですね。こういったところからもすごくのどかでネイチャーな雰囲気が伝わってきます。また街中のお写真です。ちなみに僕が訪れた時はそんなにホテル事情よろしくなかったので、グルナジおばさんの家っていうところに泊まりました。いわゆる民泊なんですけど、あまりホテルの情報とかもなかったので、旅人の間で情報交換して、ここの街に行ったらグルナジおばさんの家に泊まるといいよと教わっていたので、それで来たんですけど、で道行く人にグルナジおばさんの家どこですかってジェスチャー混じりで伝えて、でもね、有名な家みたいで、聞くとすぐ、ああ、じゃああっちだよって教えてくれたんですよ。豚さん、放し飼いですかね。これも生活に溶け込んでる感がグッドです。そういう感じで、普通にバスとか電車で訪れて、普通にホテルに泊まって、っていうところと違うんですよ、ここは。ただ景色がいいだけじゃなくて、さらに特別な経験もできるような、まあ、そういう素晴らしい村です。僕もカズベキ大好きなんですけど、だいぶ前に行ったきりなので、すっかり忘れてた部分があるんですね。なので、こういった形で思い出すことができて、とても良かったです。8人目のご紹介は、ショヘモモのモモさんです。夫婦で世界一周中です。無職旅さんが美味しいものを食べてうなずくところが大好きです。笑い。私の一番好きな場所はモロッコです。あったかくてのんびりしてて、時たまおっちゃんと喧嘩して、かっこ値段交渉で笑い。全部含めて大好きです。モロッコナウなんですけど、1ヶ月ぐらいは滞在予定です。というご投稿をいただきました。これはどこかの旧市街のお写真ですね。町の名前まではわからないんですけど、こんな感じでモロッコには歴史を感じる、そしていかにもモロッコっぽいと、そういう感じのいい町がたくさんあります。これはそういった町の中にあるお店ですね。あったかくてのんびりしてて、時たまおっちゃんと喧嘩してっていうのがめちゃめちゃわかります。そうなんです、モロッコの方って良くも悪くも特徴的な部分がありまして、正直僕もね苦戦しました。これまでいろいろ旅してきた中で世界トップ3には確実に入るような、はい、そういった手強い人が多い国だなと思った部分もあります。まあ、なので疲れてしまってちょっとネガティブな感想を持つ方もいらっしゃるんですけど、でもそういうところも含めてモロッコ大好きとのことですので、なんかほっこりしました。そうなんですよね、一見すると大変なんですけど、乗り越えた瞬間めちゃめちゃ楽しくなるので、結構モロッコハマる人多い印象があります。これは絨毯を売っているストリートかなと思うんですけど、道の感じ、壁の感じ、もちろん歴史があっていいんですけど、絨毯のデザインも置き方も含めてなんかいいですよね。おしゃれな、そのおしゃれさに個性が加わっていて、あ、モロッコっぽい、モロッコっぽい良さがあると、そういう風に感じさせてくれる素敵なお写真だなと思いました。これはクスクスかな、世界最小のパスタのクスクスの上にいろんなお野菜が乗っている料理かと思いますが、モロッコは料理も有名で、日本でもタジンっていう鍋結構流行った時期ありましたけど、あれはモロッコ料理だったりしますね。僕は2010年にスペインからジブラルタル海峡を船で渡って、それでモロッコに行きましたが、スケジュールの都合もあって2泊3日だけの滞在だったんですよ。だからこんなに魅力が多い国をそんな短期間で味わえるわけないので、ぜひまた行きたいと思ってたんですけど、このお写真を見てその気持ちさらに強まりました。ありがとうございます。9人目のご紹介は旅熊さん。無職旅さん、こんにちは。西オーストラリアのパースから船で30分ほどで行けるロットネスト島が一番好きです。インド洋の透き通る青い海に野生のクオッカに、小さな島ですが広大な自然に出会います。また島にはおしゃれなパン屋さんがあって、そこのミートパイが絶品でした、というご投稿をいただきました。わあ、もうやばいぐらい綺麗な海ですね。オーストラリアといえばやはり東海岸ゴールドコーストとかが有名なんですけど、西にもこんな素晴らしい場所があるっていうのは初めて知りました。おそらくそんなに観光客でごった返す島ではないと思うので、すごくのんびり過ごせますよね。こういったところでのんびり滞在して、気ままに綺麗なビーチを散歩して、灯台も見えるし、空も綺麗だし、海も綺麗だし、砂も綺麗だし、最高です。なんか心が綺麗に洗われそうな、そんな気がします。これが野生のクオッカという動物ですね。
めちゃ可愛い。まあ、オーストラリアってタスマニアデビルとかポッサムとか、あともちろんカンガルーとかコアラとか動物王国だったりもするんですけど、そういった動物たちに施設に行くことなく街中で偶然出会ったりするのもオーストラリア旅の醍醐味かなって思います。いやーこれは可愛いわ。のんびり散歩しててね、こういう動物とすれ違ったらめちゃめちゃテンション上がると思います。連れて帰りたくなっちゃいますね。もちろんそれはダメなんですけど、このミートパイもまた素晴らしいなと思います。まあ、お店の外観とかはわからないんですけど、まあ、さっきまで見た写真で素晴らしい島ってことが分かってますから、そこにおしゃれなパン屋さんがあると、なんか文字だけで気持ちがウキウキしてきちゃうような、そういう部分があります。このロットネスト島については僕予備知識がないどころかお名前も初めて聞いたので詳しいことは全然わからないんですけど、まあ、だからこそあいいところ知れたっていう喜びがあります。ありがとうございます。10人目はアズニャンさん。6カ国くらいしか行ったことがないですが、食事の大好きな私はやはり台湾でしょうか。旅行なのにどこかホッとするというか、疲れすぎないというか、何度も通いたくなるのは台湾です。食べ物も美味しいし安いし、人も優しいし天国かもしれないですよね。プロポーズも台湾でしてもらいました、というご投稿をいただきました。いただいたコメント完全に同意です。そうなんです、台湾ってねホッとするんですよね。疲れすぎないというか、個人的にはね日本よりリラックスできるんじゃないかなと、そう感じる部分もあります。台湾っていろんな意味で日本と近いですから、ほとんど日本と同じ感覚で過ごせますし、それでいていろんな良さがありますから、だからホッとするんだと思います。食べ物も美味しいし安いしっていうところも完全同意です。僕も台湾の料理大好きです。これはかき氷の上に白玉団子みたいなのが乗ってるものですかね。ああ思い返すとね、僕スイーツ系台湾であんまり食べてなかったから、こういったもの次回はぜひ挑戦してみたいです。これは屋台のお写真ですね。どこかの夜市かな。串に刺さった食べ物とか、あとキノコとか野菜とかたくさん見えますね。これをその場で調理して出してくれるお店でしょうか。こういう写真を見ると、あやっぱり台湾だな、日本と違うなって思うじゃないですか。だからねそこがいいんですよ。リラックスできてホッとできて安心して疲れなくて、その上でこういう異文化も味わえるわけですから、そりゃ何度も通いたくなっちゃうのも当然ですよね。そしてまた料理のお写真、真ん中は空心菜炒めだと思うんですけど、よく見たらテーブルにメニューが日本語でも書いてありますね。豚肉のご飯なのかな。見た目はすごくシンプルなんですけど、おそらく味付けがめちゃめちゃいい感じになってると思います。お値段35元ということで、日本円に直して100円ちょいのはずですから、こういう美味しいご当地グルメを手頃な価格で食べられるのもまた大きな魅力です。トマト飴、うんまって、いや本当に美味しそう。これはどういう味するんですかね。トマトだから酸っぱいのかなと思いつつ、飴だから甘いのかなと、実に気になります。ぜひ食べてみたい。プロポーズも台湾でしてもらいましたとのことで、おめでとうございます。そういったエピソードも非常に羨ましいです。いいな、台湾行きたいな。以上10名様のご紹介でした。たくさんご投稿いただいてますので、これからもどんどん動画を作っていく予定です。というわけで引き続きよろしくお願いします。